はようございます。11月7日土曜日朝の7時55分です。ここは新冠町の道の駅、道の駅サラブレッドロード新冠っていうところです。ここで昨日の夕方着いて、夕方じゃないな、昼2時過ぎぐらいに着いて17時間休息してました。今日の降ろし場所はここからすぐ目の前っていう感じです。近所でもう1箇所降ろして2箇所降ろしです。その後は苫小牧に戻って夕方6時45分のフェリーに乗って茨城大洗まで帰ります。大洗は明日の午後2時に着いて、その日は夕方江東区ビッグサイトで積みます。それは翌着の月曜日着の相川町というスケジュールになっております。今日は1軒目卸しが数が多いです。重いものも結構あります。で、2軒目はそこから1キロぐらいで、数は少ないです。まあそんな感じであります。じゃあ8時に出発します。今日もよろしくお願いいたします。はい、お疲れ様です。今終わりました。2箇所すぐ近くだったんで2箇所続けて降ろせました。時間をちょっと後で。はい、お疲れ様です。時刻は9時28分。降ろし完了です。夕方便がまだ確定してないらしいので、とりあえず苫小牧に向かって戻ります。まだ。
はい、11時6分苫小牧港に着きました。電話したら夕方便が予約されているということで、今から乗船手続きしていきます。はい、お疲れ様です。時刻3時12分乗船手続きしてきました。ほい、大洗行き。明日の午後2時到着ですね。6時45分出発だからまだ3時間ちょっとありますね。まあのんびりと待ってるしかないですけどね。はい。